はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。はい、プロスピ2014、ルーキーズ3回目かな、はいです。今回ヤクルト戦で、小川です。相手はよし、早速やっていきましょう。勝ちましょう。ちょっとね、前回の動画からねかなり、期間が空いてるんですよ。録画するのが確か前回マノチいなかったはずなんで、うん、マノチ復帰です。はい、で今回先発、石川歩夢選手、はい、まあ、やっぱ社会人でだけあって、うん、能力は安定してますよね。うん、コントロールもいいし球威もそこそこあるし、まあ、こんな感じでいきます。頑張ります。よっしゃ、頑張りましょう。いやー、あのね、全然関係ない話なんですけど、今ね、ものすごくね、体調が悪いんだよね。まあ、咳とかも出ないから、全然喋ってても、なんだろう、その、ゴホンゴホンとか。うん、まあ、俺結構咳払いするから、普段から入るけど、うん、頻繁にゴホゴホ咳するわけでもないから、取れるかなと思って。まあ、ちょっとお腹が痛いぐらいなんですけどね。胃腸が弱いんですよね、昔から。よっしゃ、行きましょう。頑張りましょう。お任せで。ヤクルト強そうだな。引っ張った。お前いいよ。一塁送球。アウト。いい感じです。受けようかというあたりをご覧のようによく取りました。怖いバッターですな。三球目打ちました。いいね。引っ張った。バット取れない。おお。うん、素晴らしい。これで4試合連続安打。それでいい。2アウトランナー1塁。バッターボックスには4番バレンティン。昨日のゲーム指示だぞ。かわしていこう。いや、あ、三振持ちか。パッパとストライクさえ取れればいけるっしょ。三振よし、 OK、 うん、バッチシ当たったね。指示がやはり強い。まず塁でよ。ああ、振っちゃうか。ワンアウトです。ランナーいる状態でマノッチに回せば何かしてくれるでしょう。見逃し三振。僕はすげえな。頑張れイケメン。外れてフォアボール。いいね。ツーアウトから先制のランナーを出していきます。まあ何もできないからお任せします。お、ナイバチナイバチナイバチ。宇宙間へのヒット。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。あ、あ、三塁タッチもセーフ。いいね、頼むぞ。2アウト。初球打ち。よし、破りました。センター前。サードランナー、いい感じです。二塁。さあ、先制したシーンですが、お任せで点数取ってくれると楽だよね。指示出さずとも。外れて、おっと、これで2アウト満塁。ちょっと指示出しましょうか。うん、甘い球絞ろう。あ、見逃し三振。いや、まあ、2回の表追いかけ、いいんじゃないですか。球数もホーラスだし1点入ったし。2球目打ちました。ショートが落下点に入ります。よし、抑えてワンアウト。ゲッツーシフト、お任せ。あー、ごめんなさい。デッドボール。うん、完全にすっぽ抜けです。定位置、次小川でしょ。うん、どんな形でもワンアウト取ってくれれば。このピンチ、よっしゃ、ないピッチだよ。このピンチ空振り三振に切って取りました。素晴らしい。スワローズの追ゲームはこれから。じゃあ任せるよ。三振になります。ワンアウトです。お任せします。打ちました。ナイバッチ。セカンドうまくさばいてツーアウトになりました。出ろ。打順はいい。これはバッ
へえ、きついね。あの攻撃の理想としては、ああびっくりした、マノッチを攻撃の起点にしたいわけじゃなくて、起点の逆、何、終点、何、とりあえずマノッチで点を決めたいんです。だからランナーを貯めておきたいのさ。マノッチスタートだと点は入りにくいと思うんだよね。おお、超怖い。いや、さっき、これで、三振取ってるからもう一回いきましょうか。インサイド落ちました。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。やべえ、ボールはそのままフェンスに直撃。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。まあ1点で済んだと考えよう。ホームランだったら2点だったからね。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。ここで追いつかれました。同点です。左中間へ持っていった。いやー、あのね、すげえタラレバ発言になっちゃうんですけど、コーチ派遣か迷ったんだよね。コーチ派遣か迷ったんだよねの言葉にタラもレバーも入ってないけど、抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまう。やろう、コーチ派遣。ここでよし、見逃しの三振。3回で60球きついね。3回の裏に入ります。追いかける。どうしたいぐ、喋りたい、喋っていいぞ。お、インサイド、打球はセンターへ。いやー、抑えてワンアウト。さあ、なんかしてください。バッターボックスには打ちました。打球はライトへ。ちくしょう、ライト掴んでツーアウト。お、高めのボール打ちました。伸びていく、どうだ、入れば同点。ナイバッチ、よかった。同点のソロホームランです。タイガース、やべえ、輝いてるよ。見事な打球でした。よし、続け。打ちました、取りました。いや、井上くんいいね。スリーアウトチェンジです。しかしこの回、よし、4回に入っていきます。すくい上げた。5イニングは消化してほしいな。ワンアウトです。よしよし、ナイピッチナイピッチ。よし、78球。つい上位打線来るもんね。きついかな。打ちました。一塁そのまま入ってアウト。出ろ。なんかしろ。打ちました。アウト、ツーアウト。8番。走れ、取りました。一塁、いや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 。五回の表、ここだな。打順よく一番から始まります。理想は11球で仕留めてほしい、三人を。そしたら90球でしょ。まあこのイニングが持つでしょう。多分。打ちました。いい打球だ。伸びていく。どうだ。入れます。バッターが待ってるインサイドになっちゃうんだよね。だからって変えれないしな。打ちました。よし、レフトライナー掴んでまずワンアウトです。3番バッター川端、前の打席では OK。 いや、まあバレンティンの前にね、絶対ランナー置きたくなかったから。きれい、頑張れ。よし、インコース詰まりました。田中が掴んで3アウトです。しかし5回の裏、お、ちょうど代打出せるじゃないですか。待って待って、ブルペン指示先に。西宮くんが左なんだよね。ちょっと打者データ左打ち、右打ち、左打ち、うん、
西宮君行きましょう。代打、足速いな、ダイソー要因に持っていけるな。いいバッターは出す場面でもないんだよね。足速いやついっぱいいるな。吉田優太選手行きましょう。いいバッターだけどね、行きましょう。今さあピッチャーに打球が回ってきましたが、チャンスメイク、ここでタイガース、そっか覚えておくか、覚えておく、吉田優太選手チャンスメイクね。まあ、前回かな、いつだか分かんないけどチャンスメイクだって話はしてたよね。吉田優太選手覚えました、チャンスメイクの人ね。2球目打ちました。ライトうわ惜しいな。バッターボックス岡、三振です。くー、3アウトチェンジ。反撃したいタイガースでしたが、それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。点差か。さあ交代を告げられリリーフカーに乗って、これから代打出された。あ、左打ちじゃん。代打を送ります。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば貴重な、そのままスタンドに入ります。なんだその抜群の采配は。痛い一発を浴びました。その差を2点とされています。あーやっべ、もちろん警戒はしていたんですが、ちょっとブルペン指示出しておくわ。何あるか分からんね、これは。じゃあ調子のいい西原選手、今もう一枚ブルペン置いときゃよかったな。タイガースこの回追加点を許しています。よし、さてこのところのスワローズですが、ここまで2連勝、アウト、ワンアウトです。リードの場面でここでスワローズ代打を送ります。バッターボックスには代打の任せる。ここでフォアボールを与えました。いやゲッツーシフト取れ、頑張れ。ライト方向を流しました、詰まりながらもライトへ上がりすぎました。ライトが取りました、ツーアウトです。ツーアウトランナー一塁と変わります。切ってくれ、よし、スリーアウト。まあちょっと向こうの采配が良かったね、素晴らしかったね。6回の裏スワローズのブルペン指示、西原選手1回下げて、秋吉選手でいきましょう。でとりあえずマノッチが何かしてくれることを期待しましょう。お待たせします。タイガースビハインドで迎える6回の攻撃です。自分で拾って、よし、これで3試合連続安打、ノーアウトランナー。5番バッター井上、先ほどの打席で1、ちょっと期待しよう。小川と合ってるって思って、うん、相性がいいと。空振り三振、ちくしょう、ワンアウトです。ちくしょう、打順は5番、エンドランだ。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、盗塁成功です。でもこの足があればね、そっか、チームは助かりますよね。エンドランにすれば、俺の短歌の気分としては小林誠司への作戦指示なんだね、決してマノッチの指示じゃないから。 OK ですね。センターへ持っていった、これは外野へ、セカンドランナータッチアップ、よし、ツーアウトランナー三塁とかあります。バッターボックス丸も先ほどの代打。うわ、森くん出したいけどな。出そう、出したいと思ったところが出すタイミングでしょう。いや待って待って、さっきね、いいバッターいたんだよ、この、あ違う、あこの、名前わかんない、なんていうの、ちょっと名前読めないです、すいません。この人、なんていうの、氷川、わかんない、なんて読むんだろう、
ユニフォームネームで確認しましょう。さあチャンスをつかもうかという場面、ここでタイガース代打を送ります。バッターボックスには代打の陽川。陽川結構そのまんまなんだね。行きましょう、打ってください。打ち上げました、高く上がった、掴んでスリーアウト。追い上げることはできませんでした。いやーなんかもうちょっとなんだよな。守備やばいね。誰出すかな。吉田優斗選手、これいきましょう。よし、あ、俺リリーフ出した、出したね。今リリーフカーに乗ってゆっくりと、これから7回、スワローズは代打を送ります。頑張れよ。打ちました、伸びていくと入った、向こうの代打やべえ。心折れるっつ、そんなことやられたら。代打出すたびにホームランでしょ。高め打ちました、これはどうだ、すごいわ。ちょっとね、3点差、ノーアウトランナー1塁です。バント警戒したいけどゲッツーシフトだ。ヒットでランナーを1塁打ちました、この当たりはどうか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。ファーストランナー3塁、やるな、させホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。ここはうまく打ち返されました。得点を許しています。残されたイニング、どうしようもねえ。どうしようもない。いや諦める点差じゃないんだよね、全然。だから信頼度の高い、祖父江選手いきましょう。いまだ点取られたことないから、まあ、ブルペンの指示あれ準備してないけど、ここで持ってかれたら本当終わるから。さあ交代を告げられリリーフ、任せるよ、頼むぞ。よし、詰まりました、田中が抑えています。ワンアウト、ワンアウトランナー二塁、さっき当たってるぞ。今日はバント警戒なんてしなくていい、外野前進絶対やれない。前進してなければ、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。めっちゃくちゃ強いぞヤクルト。ここでスワローズ第3、バッターは6番畠山。や、定位置で今さら前進守備しても。打ちました、井上、一塁そのまま入ってアウト。ツーアウトランナー、取りました、一塁アウト。まあ、祖父江君の失点はなかったけどね。しかしこの回スワローズソロホームランで追加点を挙げています。7回の裏スワローズに選手のバレンティも下げろよ。タイガースラッまずい、こんだけ負けてる試合で投手つり込むのもねナンセンスなんですけど。今いや、ただマノッチっていう絶対的存在がいるから俺の中の。ちょっとバンバン使おう指示。変化球空振り、ランナー貯めてマノッチに回せばインサイド打ち上げました、何かが起こるはず。センターが取りました、ツーアウトです。いや、代打出さないわ。うわ、いやけど小川は絶対
完投を狙ってくるはずだから、もうスタミナもないし、頼むぞ。0点、これ以上点取られたらもうダメだ。打ちました。ショートが取る。一塁送球。よし、オッケー。バットで引っ張った。よし、一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回スワローズ8回の裏、タイガース打順よく1番から始まります。頼む、出てくれ。今ランナー貯めてマノッチだ。もうそれしかないから、本当に。あっとデッドボールが当たってしまいました。絶対バントしねえぞ。2個使おう。どうせマノッチにプラス触れないんだから使っちゃいましょう。来い。バックに当たりません。くっそ、頼む、なんとかしてくれ。打ちました。三輪セカンド送球、セカンドホースアウト、ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックス、ちくしょう。エンドラン空振りで盗塁成功、これだ。取る。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。どうすれ、どうすれ。超強い。9回の表、さあ交代バッターは、お、デビュー戦か。インサイド落ちました。これはどうか。いいね。2球目打ちました。いいんでしょう。ショートが取る。一塁送球、ツーアウトになりました。バッターは抑えろ。打ちました。大きな打球になった。あぶね。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて、レフトが追いかけます。別格だね、本当にバレンティン。バッターすごいわ。2塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー2塁。ここでよし、打ち上げた。バンバン MP 使おう。追加点は奪えませんでした。タイガース最後の。キュイで押す、来いよ。マジ来いよ。プラスブローカー、来いよ。打て、打て。よし。2球目打ちました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでめっちゃ先の話になるけど、なんとかマノッチまで回そう。代打森くん。ビハインドではありますが流れを、もう後で考えるからいろいろね。もう全然強化ポイントがなくなっちゃいますけど、よし、ライトへ持っていった。あ、抜けない。取りました。ボールは中継。ワンアウトランナー二塁と変わっています。なんとかマノッチまで回さないとダメだ。見ていこう。甘い球に絞って 打とう。それしかない。ファーボール無理か。あ、やばい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 。代打、梅野。なんとか。ビハインドではありますが、なんとか。ここで声をかけました。強い当たり、グラブ弾いた。走れ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 。ボールを拾って一塁送球。残念ながらタイガース敗れてしまいました。ヤクルト優勝だわ。強いわ。小宮山さん、今日はなかなか勝負が見えない。めっちゃくちゃ強いね。
なんだこのチーム、なんでリアル世界だと聞いてないんだ。選手何怪我とか、めちゃくちゃ強いじゃん。強かったな。おお、どんどん成長してくれ。お、松井裕樹復活。まあ今はまだなんつうか、うん、まあそう簡単に勝てるとも思ってないし、言い訳じゃないですけどね、言い訳に聞こえるかもしれないけど、とりあえず、後半戦始まるときに、そうですね、今ぐらいの勝ち点差であれば俺は3位まで組み込めると思うんですよ、ギリギリで。クライマックス中も選手は成長していくし、だからまあ狙うは、3位ですね。今は必死にとりあえず食らいつく段階です。よし、俺どこどこ取ったっけ、巨人、中日、ヤクルト取ってるんですよね。あと、横浜と広島。俺前回の動画なんか俺いろいろ話した、ここの横浜取るとか言ってた気がするな、ちょっと覚えてないですけど、はい、改めてここの横浜取ります、あの交流戦前ので。そうですね、4月の末、あと5月頭の広島戦どっか、取りたいと思います。はい、なんで次は広島戦。うん、よし、そんじゃ今回はここで終わろうと思います。そんじゃ終わります。バイバイ。